はい、14日目と千秋楽だけ、お伝えしていこうかなと思います。さあ、幕下栃武蔵と千代の海からです。栃武蔵が下手出し投げ、幕下大の里昼の海戦、大の里が寄り切り、幕下向かい中野が島の海戦、向かい中野が押し出しということで、幕下が、関取が、十両に勝つというね、そういう、まあ、三者になりましたけども。さあ、白鵬山、対馬灘。対馬灘が寄り切り、千代丸に東龍、東龍はたき込み、紫雷に北の赤、北の赤が寄り切り、大勝馬に天空海が押し出し、千代栄に東白龍、千代栄が反則勝ち、東白龍、まさかの反則負けでの負け越し、一山本、優馬が押し出し、一山本はこれで、負け越し、貴健斗に島津海、貴健斗押し出し、狼雅に獅子、獅子がすくい投げ、美ノ海に水戸龍、美ノ海が寄り切り、輝きに友風、輝きが押し出し、大奄美に熱海富士、大奄美が寄り切り、そして幕内に参りましょう。極勝鵬、十両極勝鵬は武将山戦、極勝鵬が引き落とし、宝富士に琴勝峰、琴勝峰が寄り切り、金峰山に湘南の海、金峰山が下手投げ、遠藤に身を切る、遠藤寄り切り、身を切る負け越し、高の里に河野山、河野山突き落とし、白鵬山に北勝富士、白鵬山引き突き落とし、青山に錦富士、青山がはたき込みで勝ち越し、高安に、大翔鵬、大翔鵬寄り切り、高安は負け越し、琴恵光玉鷲、琴恵光寄り切り、緑富士に剣翔、剣翔送り出し、北青鵬に明生、明生寄り切り、正代に王鵬、正代が押し出し、佐田の海に御嶽海、佐田の海が寄り切り、錦木に竜電、竜電下手投げで10勝目、千代翔馬に翔猿、翔猿が送り出し、琴ノ若に裏、琴ノ若が押し出し、平戸海に阿炎、阿炎がはたき込み、豊昇龍、若元春、豊昇龍が小手投げ、阿武咲に大栄翔、大栄翔がはたき込み、朝乃山に霧島、朝乃山がすくい投げ。さあ、千秋楽、さあ、十両から見ていきましょう。幕下高橋は秀ノ海戦、高橋が寄り切り、大奄美に獅子、大奄美が寄り切り、貴健斗に島の海、貴健斗寄り切り、紫雷に竜で、東龍、紫雷が釣り出し、東龍負け越し、紫雷は勝ち越し、友風に北の赤、北の赤寄り切りで10勝目、極勝鵬千代栄、極勝鵬送り出し、千代の海に、東白龍、東白龍がはたき込み、大昌磨に対馬灘、大昌磨が、はたき込み、優馬に島津海、優馬がはたき込み、一山本に千代丸、千代丸が突き落とし、白鵬山に、緑が白鵬山を押し出し、アクアに熱海富士、熱海富士が下手投げ、輝きに美ノ海、美ノ海が、寄り切りで勝利しております。美ノ海勝ち越しですね。アクア負け越し、千代丸も勝ち越しております。さあ、優勝争いは熱海富士と大奄美となりまして、熱海富士が押し倒しで勝利しております。さあ、そして、幕内いきましょう。狼雅、十両狼雅は、大翔鵬戦、大翔鵬が引き落とし、宝富士に剣翔、宝富士が押し出し、湘南の海、身を切る湘南の海、はたき込み10勝目、遠藤に錦富士、遠藤寄り切り10勝目、佐田の海に青山、青山がはたき込み、ゴード山玉足、ゴード山押し出し、高安に千代翔馬、高安突き出し、武将山王鵬、王鵬寄り切り、平戸海が休場となりまして、琴勝峰の不戦勝、金本山明生、明生突き落とし、明生が勝ち越し、金本山負け越し、緑富士に北青鵬、緑富士が下手投げ、阿武咲に御嶽海が寄り切り、正代に裏、裏が、寄り切り、琴恵光に翔猿、翔猿が送り出し、錦木に、北勝富士、北勝富士が引き落とし、琴ノ若に竜電、琴ノ若が寄り切り、朝乃山に若元春、朝乃山が寄り切り、若元春6敗目ということで、大関候補からは完全陥落ということで、まあ、来場所からまた1からやり直しですね。貴の里に大栄翔、貴の里が引き落とし、こちらも6敗目、まあ、勝ち越してはいますけども、大関に向かってはまた1からやり直しです。豊昇龍に白鵬鵬、豊昇龍が、上手投げで、勝利しております。まあ、12勝3敗ということで、まあ、豊昇龍は大関に、まあ、間違いないのかなと思います。阿炎に、霧島、阿炎が寄り切りということで、霧島これでか、まあ、一応負け越しという形にはなりますよね。
ということで、今回の動画は以上です。ということで、最後は豊昇龍と、あと、北勝富士が、決定戦で勝ち、ありまして、豊昇龍が、押し出して勝ってということで、豊昇龍はね、大関昇進ということで、まあね、ほぼほぼ間違いないのかなとは思います。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回の、動画でお会いしましょう。